東急3000系電車東急3300系電車で、派3310上田交通へ上渡後、廃車された後の姿東急3300系電車は、かつて、東京急行電鉄で使用されていた、通勤系電車で、東急3000系電車のうち木造電車の交代化、改造車である出ハ3300系電車、左派3350系電車の総称、元は、 目黒蒲田電鉄も、派150系150から161、及び東京横浜電鉄サハ1系1の4である。も派150型は1937年及び1940年に、目黒蒲田電鉄も、派20系21から25も派30系30から35の車体を、川崎車両で交代化した、両運転台の制御電動車。 サハ1型はモハ150系の登場前年の1936年にモハ30系36から39の車体を日本車両製造で交代化し、その際運転台撤去、電装解除された付随車。なお、サハ1型は東急市場最初の付随車である。目黒蒲田電鉄及び池上電気鉄道では、対象末期の路線延伸、輸送力強化に際し、 旧印伝の払い下げを受けて対処した。内容は以下の通りである。メカマ、編集メカマへの印伝の払い下げは三形式22両に及んだが、大半は短期間のうちに他社に譲渡されてしまっていたため、もは150系の種者では少数派となった。池上、編集メカマへ払い下げられたものとは別の形式から十両が割り当てられている。1934年のメカマによる、 池上併合時点で、メカマ社のうち17両が転出していたことから、もは150系、左派1系の種車の中では多数派となった。旧大枠を利用したため全長15.9メートルの小型車で、オーバーハングも木造車そのままに短い、平妻型のシンプルな造形で、扉幅は1メートルとなった。1942年の大東急発足時に全車が、東急に引き継がれ、 で、三3 3 0 0三3 3 0 1から3311となった。3302.3303の2両は繊細に、愛、伝送解除されて三十3 2 3 0百3 2 3 1 3 2 3 2として復旧。区千3230型は、歪みの著しい車体で有名であったが、1958年に、それぞれ、 左派3360系3364.3363となり、旧車体は解体された。これとは別に3311が1953年から1957年の間、一時的に電装解除され、区派3300系3311となっていた。で派3300型は1955年に型運転台化。 連結面側の貫通化がされた。また消失力であることから全電動車の3両編成を組むこととなり、中間に入った3305.3306311は1958年に全面側も貫通化されたが、全消灯、微灯、ATS 等は設置されず、この全面が東急で先頭に立つことはなかった。この3両編成3本は、 池上線で運用され、全電動車編成ゆえに、旧型車の中では、加速が抜群に良かったとされる。廃車は1975年から始まり、その大半が地方施設に譲渡された。3306から3309が、京福電機鉄道福祉車に、1976年に3301.33043305が、福島交通に、 1979年に3310が上田交通に移っている。3311は、佐波3366に台車を譲り、解体された。東急発の佐波で、大枠、台車は、木造車のものを流用しているが、車体そのものはもは510型をベースにしており、同系と編成を組んだ。周辺施鉄は元より、鉄道省であっても付随車は、佐波19系。 サハ25系統の木造車が多数使用され、そもそも私鉄での三両編成自体が異例という時代にあって、構成車体の付随車は異彩を放ったと言われる。本形式登場に続いて、同様の手法でもハ150型が製造されたが、こちらは川崎車両製で電動車である他に、車体幅や細部寸法に差異がある。大東急発足時に、 左派3350系3351の3354と改版された。1951年に発生した桜木町事故の教訓を受け、出派3450型とともに、東急発の貫通三両編成を組むことになり、全車両妻面が貫通化された。また、運用上、 左派3350型は、デ派ハ3300型と蘇生されることは、まずなかった。全長が短いことに加え、車体幅が狭いことから早期に整理対象となり、教室車や繊細応急復旧車を別にすれば、初代3000系列発の消滅形式として1965年に、4両全車が、上田マリコ電鉄に譲渡された。2両は、 サハ 60K61.62 と改版し、62は1986年の同社、別所線小圧まで使用されていた。残る2両は1967年に一旦廃車となった後、スクラップ扱いで西部建設が購入、同社所沢車両工場で外販張り替え、広幅間通路化金属差し窓か、台車取り替えが行われ、1971年に、 伊予鉄道へ申請扱いで売却され、サハ500型となった。こうした経緯のため、伊予鉄道上とごと、東急時代との旧番号対比は不明である。モハ300型と3両固定編成で使用された、700系導入に伴い、サハ501は廃車されたが、サハ502はモハ303.304とともに、行われた高性能化改造により、心臓の空気バネ会車に、 電気指令式ブレーキを装備するなどの大改造が行われており、2000年頃まで使用されていた。その後は、検査期限切れから小町車庫に留置され旧車となっていたが、2008年に廃車、解体された。なお、サハ3 2 5 0系3 2 5 1は、サハ3351の改造名義となっているが、書類上のみで、部材、部品等の流用はなく、 実態は無関係である。もは510型と本形式では、車両番号か1桁の3が3時につながるとして意味番となっていた。福島交通で、は3300軽電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。